本当にいいのかい。あ、けれどそんなことをすれば君は。言ったはずだ、もう戻るつもりはないと。剣を奪ってどうするんだい。僕は君と出会わなければよかったのかもしれない。お前を巻き込んでしまったことは悪いと思っている。だな。いや、いいんだ。元を正せば僕が君に剣のことについて話してしまったことが原因なんだからね。これはきっと運命だったんだよ、僕と君が出会うことはね。あ、変な意味ではないからね。ただそうだね、偶然はそれが起きた時に必然となる。どんなことも偶然ではなく、運命は必然の上に成り立つ。ならば僕と君が出会ったのも、ここで君が剣を手に入れることも、すべては必然だったのかもしれない。そう、神が報いを受けることも。話はそこまでだ、行くぞ。そうだね、きっと運命が導いてくれるだろう、僕たちのあるべき未来へ。抜けた。なぜ封印を解いた。お前が神か。その剣、なぜ封印を解いた。俺が聞いているんだ。お前は神か。だとすればどうするのだ。神は存在した。ならばなぜ俺の声に耳を傾けない。俺や俺の一族がその一生を捧げ尽くしてきたというのに。神ならば奇跡を起こしてみろ。レーナを蘇らせてみろ。祈り、奇跡を待つことに意味はあるのか。祈るだけで全てが叶えられるのであれば、それはもはや奇跡とは言わぬのではないか。奇跡とは起こそうとし、自ら前に進もうとする意志と、それらを現実のものとするため道を切り開く者のみに与えられるもの。
神であろうと誰であろうと、他者に与えられた奇跡に何の意味がある。人ごときには奇跡を起こせぬというのか。お前たち神はどれほど人の血をすすれば気が済む。流された血が大地を覆い世界を沈めるまでか。世界を滅ぼし人を滅亡させてもまだ足りぬというのか。神ならば奇跡を起こせ。奇跡を起こせぬ神ならば不要。人と等しくその身を土くれとせよ。人の身で小賢しい。カオス様、ここは私にお任せを。カオス以外の神、いやそんなはずは。我は闇夜の王カオス様のしもべ。闇の中にあり闇を世界にもたらす者。暗黒の魔王サマリル、神に刃向けし愚か者よ、死してその罪償うがよい。罪の一部としよう。罪の一部としよう。
限り余は何度でも蘇ろう。うぅぅぅ。戦いに終わりはない。わ、我が人ごときに。ノー。次はお前だ、カオス。それは光も闇も昼も夜もなかった時代、遥か太古、世界創生の神話。一つの体から生まれし十二の神、十二の神は動物種となり、世界と十二の種を生み出す。世界は神の理想を具現化した完全な姿になるはずであった。しかし一つの戦いは世界を光と闇に分かち、不完全な世界が創造される。一つの戦いは世界に混沌をもたらし、一つの戦いは世界を滅ぼす。三度にわたり繰り返された光と闇の戦い、主は大、強大な神々の力により、ついに世界は滅びを迎える。残された六神は世界が崩壊し、多くの命が失われたことを七日七晩の間嘆き悲しんだ。やがてその涙で世界が満たされると、残った神は滅びた種に自らの肉体を分け与え、世界を再生させたという。神話の中にのみ残る世界を失われ、新たな世界が誕生してから数千年の時が経ち、その流れにより神の存在は忘却の彼方へと押し流される。人々は知らない。それが悲恋の物語である。悲恋が常に悲劇を生んできたこと、そして世界の終わりを告げる。
Thank you.